今日はね、チューブ交換だからもうボロボロなの、この辺が。あなたの恐怖の、もう鼻の周りなんか触られようものなら号泣なんだけど。頑張るぞ。おお。大丈夫大丈夫。うん。当たるね。何が。自然に出てきちゃう出産シーンの素晴らしさ、生まれてきたことの奇跡というか、当たり前のことが幸せなんだな。感動してしまいました。お父さん、お母さん、もうこれ以上悲しまないでください。私は永遠にあなたたちの子供です。泣いていいよ。なんでお腹にいた娘が亡くなったんだって、今日はこの娘の誕生日になるはずだったんだって言われてきてくれても、どうしようかなっていう不安の方が、残された時間もどれだけあるかわからないっていうこともあるし、生まれる、産んでくれて、生まれてくれてありがとうと涙できる映画です。お父さんになったぞー。